ハムファン、狂気乱舞。日本ハムは、シーズン後半戦となる8、9月のホームとビジター計10試合で選手らが、エスコンフィールド1周年ユニフォームを再着用することに伴い、ホーム試合ではファイターズガールも、エスコンフィールド1周年限定衣装を着用することが決定した。4月5日から21日の、エスコンフィールド1周年シリーズで同ユニフォームを着て挑んだ試合が5勝2敗1分けと好成績を収めたことから、再着用が決定。また、同限定衣装を着用したファイターズガールにも、通常のファイターズブルーを基調とした可愛らしい衣装とは異なる。ブラックが基調のシックなデザインが、かっこいい。黒キツネなどと注目が集まり、限定での着用を惜しむ声が相次ぐ、激レアの人気衣装となっていた。エスコンフィールド1周年ユニフォーム再着用試合は8月23日から25日のソフトバンク戦、8月27、28日の楽天戦、8月30日から9月1日の西武戦、9月3日、4日のソフトバンク戦。また、ファイターズガールのエスコンフィールド1周年限定衣装は8月23日、25日、27日、28日の4試合のみとなっている。この衣装だとモーターショーのコンパニオンみたいでかっこいい。いいデザインしてるもんな。これ子供向けのチア衣装とか限定で売り出したら爆嬉しそう。黒キツネで相手を化かす。かまあ、それまで頑張って良い位置につけてることを祈ります。黒地に青と白の線がこんなに似合うと思いませんでした。なかなか魅力的ですね。水色も似合うが黒も似合うね。ファイターズガールの衣装は置いといて、せっかくかっこいいし、エスコンユニフォームは来年も使用してほしいな。できれば名前入れてくれると嬉しい。もういい加減このネタに頼るのはやめないか。ライターとして恥ずかしくないか。黒バージョンは、たくましくもあり色っぽくもあり、とても健康的な魅力がありますね。韓国チアみたいな露骨なセクシーさがないのがいいと思います。なぜか男性って女性の脇が好きな人多いよね。